よし、真珠のマップを手に入れたね。マップをよく見なよ。光ってる印が真珠バメドを制御する端末だ。メドを取り戻すためには制御端末を全部起動させなきゃいけない。おっと、できないとは言わせないよ。残りの制御端末はあと4個だよ。先は長いね。
残りの制御端末はあと3個。ほら、まだまだ。残りの制御端末はあと2個だよ。へえ、もう少しじゃないか。Thank you.
残りの制御端末はあと1個。驚いたね。お？
いね。制御端末はこれで全部だよ。メイン制御装置を起動させられるようになった。マップをよく見てごらん。新しく光っている大きな印があるはずだよ。そこへ向かうんだ。でもまだ安心しない方がいいな。